大変です。ちょっと今朝なんですけど、なんかどうしたんですか。おへ、まあちょっと挨拶、おはようございます。おはようございます。元気ね、セリフィーなもんでもあると思いますけども ここ大 気をつけて発言には準備、はい、ちょっと今日はいつもと違う女性、ちょっと映せないんですけど、今ちょっとね、いつも出てきてるわけないけどね、うん、俺は初めて会ったあの女の子が来てるんです。これ誰、やばい、あ、やばいやばいやばい、あの、はぁ、あー、映したい、映したいけど、すごいよこれは、うん、何これ。いやでもなんか勝ちたいみたいなこと言ってたから、あ、さっき、あ、もうそんな深い話しないよこれ、もう一すごい当たり前、もう入ってるから音声今開いた、入ってるで、何でも聞いてください。本当味方なんで、僕は本当に常に味方です。いや違う、ああそれは間違って、俺を敵ってしたらよくない、俺味方につけたら絶対俺を利用しろってことこれ、うわ、これ見せてあげたい、みんなに。敵じゃないって絶対味方にしたらいい、本当に。いやでもまあ、そうそう、だからそう、ちょっと危ない、メガネ越しとかに映りそうになって怖い。何ちゃんにしとく、さあ、あだ名決めよう。いやいや、グローブ、まあグローブちゃん、グローブちゃん、グロじゃあごめん、いやもうやけど、あんまねえ、あなた、俺結局分からなかった。アルティメットミキーで覚えてる人はいいか分かりませんけど、だいぶコアなんで、アルティメットミキー、前髪のやつも出てきた、データか、アルティメットミキーがいる、そもそものプロデューサーみたいな人がそもそも知り合いで呼んでもらってっていう、そもそもね、そうで、そのプロデューサーの人はアルティメットミキに会う前に俺は多分知り合ってたんだよ、多分。まあちょっと問題です。え、まあ特にそもそもは多かったんですけど、アイドルっていうのは特にまあビッシュ以降かな、うわ、絶対手の振り付けがそもそも結構多かったと思います。ビッシュアイドルですね、手を上に上げてこういろいろやってる振り付けがそもそもは結構多くて特徴的だったと思うんですけど、はいはい、なぜでしょう。はいはい、どうぞ。コロナで声を出さなかった。違います。はいはい、どうぞ。ファンの真似しです。あー、まあ三角ですね。もういいですか、もういいですか。まあいいよ、しょうがない。まあ手上げる振り付けやったらファンも真似するじゃないですか、うん、でそのファンを見た時に盛り上がってるように見えるんですね、会場全体が。なるほど、ね、手挙げてやってるから別に盛り上がってなくても、まあ、盛り上がっているんですけど、でもよりね、そう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 、それでなんや、なるほど、ね、っていうことで、そのビッシュ以降、なんかビッシュの渡辺さんがそういうこと言ってたのかな、忘れたけど、みたいな話らしいですよ。なんかそもそもはそれを忠実にめっちゃやってたなっていう印象でしためっちゃ手の動き多かったから、超特徴的やったから、手がさ多すぎて。純平もアイドルプロデューサーしたいと思った。いや俺やったらどうするかなって考えてた振り付けじゃなくてコンセプトとかさ、純平俺ずっとそれで見てた俺マジなんすか。もうこちら寝る、もう寝る3分前ですよ。いやー、福岡から福岡県博多区から来ました、松田純平です。何の自己紹介、これはナンバーガールなんですけどね。何なんナンバーガール、ブラッシュアップライフ面白い、ね、うるさいな、それ LINE で見てきてたな。 LINE ではちょっと別ので面白いですね、ちょっと。え、あれでしょ、サトシが進めてやつ。あ、違うわ、サトシだっけ。違う違う、それ何だっけ、あれバカリズムのやつは何だっけ、やばい、そんなに、まあ、でも2023年のやつだよ、言うて1年前だよ。あ、まあでもまあまあ最近、そう、全然上位になって見てるんですけど、消える前に見た方がいい。これはすごいね。ね、どう面白い、
お笑いとしてするもん、作品として。いやいや、もう普通にもうね、もうてかバカリズムが書いたドラマ、バカリズム脚本、いやもう面白いし、いや俺はもうあの泣いちゃったね今日。非常にいいですよ。そういう感動系。いやまあまあまあ人によると思うけど、うん、めっちゃ好きです。めっちゃ好き。まあまあそんな、これはまあマクロ。ああもう本当はもうマジでうち12時は寝るってさ、いやもう言ったのにさ、そんなひどいことする。いいじゃない、買い物クラブもひどいことって。久々に帰ってきたんですよ。いや久々のかけらもない。もう買い物クラブですね、ちょっとあんまり最近やってなかったんでね、やっとかんとと思いまして、今回はダダン、おいいね、まあ、メルカリですね。芸術新潮、三島由紀夫にも。三島由紀夫にも手を出したの。三島由紀夫前から好きなんですけど。あれ、岡本太郎。岡本太郎も好きですよ。まあちょっとまあ彼女が最近掘ってるっていうか。うるせえこいつ。おい、こんな撮らされてさ、最終着地彼女かよ。いやいや、びっくりしたよ。別に何も言ってないのに三島由紀夫最近掘ってるって言ってさ、めっちゃいいねってなった。割と年下でさ、ね、いや非常にいいねって思って、俺ももう一回掘ろうと思って、せっかくなと思って。時代は MMN ですね。なんか MMA でしょみたいな言ってるかと思った。今なんか格闘技かと思った。なんか英語アルファベット3文字 N ですよ、やっぱり。さっきね、いただいた、ほんとちょっとさすがに気になる。だって5万円よこれで。うん、まあ、なんか今3枚で売ってるんでしょ。一粒500円ぐらいするわけよ、これ。いくつでも言ってくる。いいですか。そう、なんかさ、そんな分け合うもん、そういう、言っとくとか言って飲むもんじゃないやろ。まあ、一緒のタイミングで買った方がさ、いいじゃん。ダメよ、順平。ダメで、モザイクかけなきゃいけなくなるから、いやいやいや、そう、決めるとか言ったら。いやいやいや、決めるって別にその、いや、悪いことも言ってない。よくないよ。まあ、最初は一粒からいこう。効き目が分からんから、初めてのやつは。だからその話、その言い方もさ、そういうやつやん。どうやらこれは飲んでる舌下吸収、何がいいやろうね。なんか、純平絶対さ、良くない。いや、良くないとかじゃないでしょ。あれ言ってるでしょ、なんかそんなさ、舌下吸収とかそういうなんか危ないあれなんじゃないの。いや、危ないとかないでしょ、薬もあるじゃん、舌下から行くとか。なんでみんなその一番興味あるの。まあ、敏感に言い過ぎじゃない。チャンユーなんかそういうジョークめっちゃ好きだ。チャンユーチャンユーありがとうございます。まだ写しやせんよ。まだし、した、トゴノリシやから。もう結構経ってる、結構経ってる。トゴノリシ、おお、あ、もう今の増えました。落としリシ、落としりし増えますね。いや、ちょっと一件ありま、ちょっと、どうせ黙ってさ、もう分かってんだよ。分かってんの。え、違うの。何、分かった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 。何、まあ、昨日帰りが遅かったよね。はいはい、それが関係あるでしょ。ああ、あるかもしれんな。バレンタインチョコもらった。ああ、そう、なんかもらったんですよ。おいしい、さ、すかしだけだ。いい、取らないよ、そんなすかしてるなら取らなくていいでしょ、そんな感じだ。誰にもらったの。彼女です。うわぁ、えっ、まあ、ブログってそういうことじゃないですか。その機能、チョコじゃなくてキャラメル。これね、なんかね、いや、カマンベールチーズおみたいなショコラ、カマンベールオショコラってやつ。おいしいらしい、めっちゃ。ほんとや、うん、ホワイトチョコなのかな。こんな勝手にさ、紹介していいのって思うけどね。今日それは自分で聞いてよ、でも分からない。てか、あなたが通ってって言ってきてるのか。行ってきますよ、じゃあちょっともう早くて。いや、いらっしゃい、僕は今この画面も見れてない、ちゃんと。まあ、もらいましたっていうことですね、ちょっと。これね、これはもう、ちょっと元気ジャパンの女子リスナーのみんなには申し訳ないけど。いねえて。歌詞がいいのよ。あ、そんなことまで。手元が飛び出してます。前回まではお知らせいただいてます。やばい、やばい、やばい。お願いいたします。モッツァレラチェダーチーズ話してこっちです。来ちゃいましたね、やばい。もしかしたらはい、ちょっとあげたいと思います。じゃあこちらからおかけいたします。はい、チェックから。せっかくなお届けしとこう、このお届けします。おー、揺れます。あ、やばい、曇ってきた。
いや、わかんない。ハンバーグは。あ、美味しい食レポできるかな、ジャニーさん。でも挨拶から。どうも。ジョイマンと旗本ひろ、同じ中学、チャイルです。それは、誰だ？いや、これは別に誰でもないけど、まあ、ラファエルか。ラファエル。まあ、ラファエルやけど、これは、この情報は、この情報は今日の朝、仕入れました。そうなんや、はい、知らんかった。あの、鬼越トマホークのトークで、ジョイマンの会で話してました。マジな仲良しらしいよ。おいしい。チェラ、チェラ、メディオンタラ。おい、おい、働け、おい、おっ、はい、そこに置いてください。うーわ、やば、人の服だぞ。お前、溶かさないから袋に入れてんだろうか。うわ、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 なんとこんなにしてますけど、彼女はです。おや、やめてね。ほんとこんなすんの。いや、綺麗に置いて。いや、見て。うち暴れてるふりしたけど、めちゃめちゃ綺麗に並べておいてるやん。はい、優しい。トレーニング飯から、こんにちは。どうも、ジュンペイでーす。はい、こんにちは。あ、ちょっとピンボケしてた。ああ。なんだよ。いやー、野球です。あ、今日は野球デート？いやいや。違う、野球はまだ開幕してないですけど、開幕戦、まあ私の正確に開幕戦ではないんですけど、はいはい、ちょっとあんまり詳しくわからない。まあ2024年ビンビジャパン、まあちょっと野球をしていこう。まあうちだけちょっと外れてるんですけど、まあそれはまあいいんですよ。まあてか、まあなんで俺が野球とか言い出したかって言ったら、正直彼女でしょ。彼女の影響でしょなあ。いや、野球というコンテンツがやっぱり人気のコンテンツなんでね、元気ジャパンとしてもしていきたいっていう。本当に本当にそれだけ、野球を今年は押していこう。本当にそれだけ。はい、もちろん。ちなみに彼女はどこのファンでしたっけ？埼玉西武ライオンズ。彼女やんけ。まあ私も今年は西武を押していこうっていうことなんで、たまたま同じ彼女。たまたま。まあ今だって、まあ、どっちもね、彼女の影響もやし、元気ジャパンの押していこう決まったの、どっちも。はい。そう。で、話を進めていこう。で、チケット取りました。なんかストーリーの決戦よね。ベルーナドームで3月にあるのでね。はいはい、で、元気さんも入れてたじゃん。開幕戦。あの人は、神宮から、はいはい、ベルーナでやっていくんで、ちょっと。バチバチ？まあ、リーグ違いますけど、バチバチやっていこうかなって。まあ、本当に正直、セーブだし、まだ一人も知らないですけど、まあ、ね、こういう始まり方もいいじゃないと思いますよ。今年はす心がけよ、ソロでも Vlog ちょっと撮ってくるって。そうね、それは本当にやっていこうと思いますんで、うん、じゃないとあまりにも石川とかもあまりにも撮らんから。ひどいよね、うん、今日だから。あ、この動画では入ってないか、前回の動画入ってたと思いますね。あの、でゲンドラ、何だっけ、ゲンドラ、俺まだ見てないけど、だからそう、元気は本当に Vlog を一本も撮らないので、うん、自分でもうゼロ本だった時は勝手に何か撮らせるっていうのはもう習慣化してる。面白い動画ね。はい、ということで今週もやってまいりました、元気ドラゴンズ、ゲンドラのお時間です。はいはい。まあね、今年今何月ですか、2月末ぐらいか。まあこれ上がってる時はもう3月かもしれませんが、そうですね、3月末、3月29から、今年のプロ野球ペナントレースが開幕いたします。まあ余談ではありますが、僕は人生初の開幕戦を、うん、行きます。中日対ヤクルト、神宮球場ですね。で、あの、まだペナントレースというか、このドラゴンズの準優勝っていうのを出してなかったと思うんで、ここで今回は、まあ、ドラゴンズ準優勝っていうのをしていきたいと思います。で、まあ、その順位を見る前に、まあ、いろいろ話していきたいんですけど、まあ、立浪監督が3年契約の最終年の3年目なんですよね。で、1年目2年目最下位、1年目最下位、2022年最下位、2023去年も最下位で最終年。ズバリ今年の中日、順位予想、優勝です。
いやー優勝っていうやつは誰もいない気がするな。本当にだって6位6位よ、いきなり優勝って、まあ、なんか何年か前のオリックスとか出したそうで、山本翔吾が入ってるよ。来ました、王将動画のゲンドラのお時間でーす。いいですか。あ、すいません、すいません、すいません、ちょっとすいません、すいません、すいません、なんで、すいません、なんだよ。え、あの BGM を私に来ました。そんなことしなくていいでしょ。そんな何が、なんかお脅しながら入ってきて、脅してない、ね、BGM 私に来たんですけど、やめて、いや BGM 早くやめ、渡そうと思いますから、 BGM をおい、やってくれたな、本当に。何今のもういいから、早く。そうだ、お知らせしないと。今日は皆さんのたくさんの声いただきました。サブチャンネルお買い物クラブに、ちゃんゆう、じゅんぺいの1週間後で密着お願いしますという熱い声援がね、たくさん、そんななんか4、5件だろ。いや言うて2件ぐらい。俺も DM 来たもん。あ、DM 来た、ありましたんで。まあでも彼ちょっと来週キューバ行っちゃうんでね、ちょっとまあごめんなさい、キューバから帰国。キューバに行くんです。え、キューバで一人撮ってきたらいい。何が、あ、キューバブログ撮ってる。キューバやったら別にそのさ、なんか嫌じゃないやろ、1週間コーデも。キューバ1週間コーデ、おい夏だぞ向こう。あ、そっか、じゃあダメか、意味わからんから。まあキューバが帰国なさったら、うん、やろうと思いますんでね、しっかり1週間コーデ変えてもらって。いや、まあ本当に1週間にいられるか分からないけどね。いい、その7日間どっかで盗撮すればいいんじゃない。だから俺じゃ、その合わせんよ、あなたには。いやいやいや、ノリノリ、そしたら俺ノリノリ。違う、この1週間はみたいな、じゃあ決めとこう、今月で行きますみたいなんだけど。ああ、それはいいよ、もう冬打ちできて、それがリアル1週間コーデですから。てか、なんでノリノリやん、じゃあ結局ノリノリやん、めっちゃやりたいやつやん、それが1週間ノリノリだ、ノリノリだ。まあそういうこと、そういうこと、はい、まあ皆さん熱い声で、ね、まあもう仕方ないね、ほんとやってあげますよ。だから本当はね、言えないだけなんですよ、やりたいけど。怖い、これカエルだよね。うわー、気持ち悪い、怖い、どうしよう、飛んだりしないよね。うちさ、マジでさ、ちょ、横通るのも無理なんだよね。無理、あ、どうしよう、ちょ、一回戻ろう、一回家戻ろう、一回家戻ります、一回家戻ります、一回家戻ります。あー、でもそれ開かない、もうこれ切れないと開かない。いや、走ろう、まあ一回、もう取っても意味ないし、切ろう、切ります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 。いや、すいません、ちょっと本当に今日はあのギャルを知りたいということで、とわちゃんにね、来てもらって。私ギャルじゃないって言いはずね。いや、ギャルはみんなそう言いますから、うん、先生見せすぎるやろってことで、そうね、今かつね、そう、とわちゃん出てきてもないっけ、そのないんじゃない、ないない、ないと思うよ、ないと思う、ないか、意外と。え、まあでも上京してすぐにできた友達です。ね、珍しくね、ちゃんよ、あん時、え、結構上京してやったっけ、だと思うよ。自由なんで写真撮ります。写真撮ります。銀座でギャルを知ろうってことで。え、食べて食べてください。美味しいよ、マジで。いただきます。マジで美味しい、これ。いいかな。なんかね、塩で行った方が美味しいかも。塩最初。これ？うん。見せていいよ。ちょっと人見知りなと思う。人見知りなんかな。人見知りめっちゃ。でもうちみたいな感じ。うちもさ。あ、まあ仲良くもしたいし、人見知りはどっちもあるみたいな感じか。でも前言うのが喋れるよね、ちょっと。いや、あなたのも喋れるし、長い付き合いできるよね。あ、そういうこと。あ、とわちゃんはそんなできないやん。いやいや、だいぶ地元の人ずっと一緒にでも遊んでるから長い付き合いし、優しいんだから、いただきます。早く食えや、あのつ待ってんの、俺早く食べたいのに。君たち、まあまあ自由、自由だからね。美味しいわ。美味しくね、うん、いや本当美味しいよ。
たっぷり。俺はマックのポテトみたいな味って思ってるけど、えでもこれでもな、違うかもね、ささみはそうだけど、全然塩で食べてない。私はちょっとタレでいきたいんです。いいねいいね。はい、大谷翔平ドジャース初ホームランおめでとうございます。チャユでーす。なんそれ、よう知ってんじゃん。ツイッターでたまたま見ました。ということで、まあ、オープン戦ね。あ、オープン戦やったってこと。そうそう、公式戦ではなくて、はい、本戦で、はい、まだ本当にね、あれ本当だったら多分センターに行けるから。別に野球のこと話したくてこれを回したわけじゃないから。え、あの今日はまあ車なんですけれども、はいはい、まあ、とある場所にね向かっているんですが、はい、一旦順平をお迎えに行ってからその辺説明しましょう。というわけで学生さんのライブに向かっております。イエーイ、首都高初。そりゃ今のはさ、まず学生さんのライブイエーイでしょ。初ライブですよ、学生さんの。いや、俺がね、ちょっと初ライブより初首都高の方がちょっと厳しい。おい、言う、これ見てたらどうする、学生さん。いや、それ学生さんもそうだなって。え、いや、そんなことある。首都高やばいからな、ちょっとみんなさ、知らんやろうけどさ。みんなって誰、その見てる人よ。首都高って怖いんだぜ、マジで。知ってる人おるやろ、見てる人。眩しいし。眩しいよ。楽しみですね、横須賀の方でね。遠いね。初めて横須賀行く。あ、そうなの。行ったこと、いや、またほら来た、純平の。横須賀って行くことあるの。あるだろ。あ、そうなんや。俺行ったことある。何があるの。横須賀なんでもあるよ。え、なんでもある。猿島があります。猿島っていうパワースポットがあるの。なんか聞いたことある。え、出しとく高速。何をスピード。おい、ロイみたいになるぞ。ロイね。やめてくれよ。知っとるな、ロイ。え、粗品がめっちゃ維持してた。ロイ確か160キロぐらいです。そう、出して。ロイって、あの芸人、フィリピンのじゃなくてね。あ、違う。ロイ何160キロなの。でもめっちゃ出して、なんかでも負けるってなって。クルーンぐらいかな。クルーン懐かしい。クルーン160出してないか。いや、出してる。161ぐらい出してる。クルーンも誰、野球選手。そうですよ。まあ横浜のね。あ、その人も横浜ジャック。こういった。クルーン今何してんのかな。気になるわ。元気してんのかな。サファテも何してるの。サファテ黒何ライブに来させていただいて、楽屋みたいなのがね、すごいよね。こんなの初めてじゃない。まあ操作して座れないでほしい。まあゆっくりしてってよ。いやいやいや、マジで。ゆっくりしてってよ。すごいね、ずっと一人一人の部屋あるってこと。いや、そういうわけじゃない、うちらから着いたけど。まあゆっくりしてってよ。初めて来たやろ。まあ落ち着きなよ。いいからさ、本当に。どうしたんだよ。いや、ちょっと座りたくない。ここがドソボケだもんね。ドソボケだろ。座れよ。いや、筋肉すごいな。いや、その脱いだら一層。すげえ。マジライブ直前の学生さん。いや、こんな貴重だよな、確かに。貴重な映像やで、これ。すごい。みんなもね、50になったら当たりこうなるから。いや、ないやだって多分、うちよりや希望しかないけどね、そう、50になってこうなる。え、うちよりあるよ、絶対。いや、すごすぎる。え、こんなに。ほら、こっちはね、強く押すとね、プラスチックだから、持っていこう。いや、ほんと、わかんないんだけど、本当かもしれんから、難しい。違う、柔らかさ的に。わかんないから。プラスチック。わかんないからさ。え、カスちゃん、でも打っても大丈夫だよね。あ、そうね。聞いたんですよ、トレーニング。一緒に一回したんだよね。意外、今日も。ええ。ライブルーティンに。ライブルーティンに。ウォーミングアップしてないからね。いやけど、ついていけ、向くのが精一杯みたいな。ウォーミングアップじゃない、全然。がっつり。本番。すごい。これはたまもの。いや、なんかその、すごいな。受けたい気持ちもあるんだけど、その周りが言う、あれが怖くて、やばいっていう噂ばっかり。あ、その、ついていくのが大変。しんどいとか、結構お腹が。でも今、カットやってんだろ。そうですね。じゃあ、スパでもやる？お、マジっすか？結構でかいこと。トレーニング一回体験して。やばいんじゃない？お、やばー。すご。
大いける劇攻めれるってその角度さんにいけんのそんな終わって、まあ、落ち着いたタイミングで日本いるときぜひ。じゃあ今度は時間作って、はい、トレーニングでお願いします。うわあすごい。じゃあ僕が普段やってるトレーニング、はい、すごいね。わかりました。それがやばいって聞いたんです。それがやばいらしい、ね、マジで。対談の時も言ってたやつですよね。そのすっごいやつっていう人が集まってくるトレーニングでしょ。だってそんなトレーニング聞いたことないもん。いやー楽しみ。はい、ありがとうございます。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 まあ、せんみさんだ。はい。うーわ、すごー。席をご案内します。あ、はい、ありがとうございます。来ましたら外までお願いします。はい、ありがとうございます。すごい、一緒にしてガクトさん香りないでしょ。イボイストプラチナムですね。あ、でも本当にするよ、匂い。あ、手してる、手するわ。だから、そうなに、エゴイストプラチナムを嗅げば、うん、同じ匂いが。あ、そう、有名ですからね。元気も買ったらエゴイスト。そこも真似する。サングラスも真似する。サングラス別に同じのではない。まあ行きましょう、とりあえず。